とりあえず E1 か磯あたりから行くのかな。うんうんうん、ハクからか、はい、リーチしたいですね。あ、中林もいいじゃないですか。チーマンがあんこだった、はい、渋川はうん、ピンズでニャンミンが一つ。あ、やつも悪くない、悪くないですよ。悪くないですか。ピンズで一メンツ、創生一メンツ、順がドイツ、はい、はい、打点は圧倒的に小川ですが、はい、こちら小川ペンチピン受けができました。中橋初は泣くかな。泣いていきますか。これは出るか、出ない。ちょっとね、渋川はまだ厄介な重なりとかは欲しいですからね。何も1枚持ってますし。ほうほう、矢島どこのチューン泣きますか。私のイメージは泣かないなんですけど、泣かないですね。 1,2,3 の3色も見えてますし、はい、打点は見えてるんで、うんうん、お、ここで中林一メンツできた。9万を切っていきます、うん、これだとちょっと初のなんか泣かないも出てきましたかね。ちょっと切ってほしいですね、渋川さんにこの初、うん、お、矢島ショーもこんなになりましたね。これ相当嬉しい。これはどれがどこで頭を作るか。まだ E ペーポーとかもちょっと見たいのかな、ソーズの。あー、なるほど、うん、でもまあちょっとランゾーの方がまあ形はいいですよね、うんうんうん、受け入れを広くという形か、はい、ここでマンズで両面が一つできました。はい、小川もほとんど形は決まりました。これ中林層、これウーソーとかスーソーとか引いたら結構単葉にもなるんで。あー、なるほど、はい、こうなるともしかしたら初泣かないかもしれないですね。さっきまではもしかしたら泣いたかもしれないですけど、イスイスチーワン抜けになりましたか。ただ両ピン引きとか見たいってかな。うーん、そうなるとローマンウーアンなんですけど、はい、そうしましたね、うんうんうん。チーマンよりはイーマンの方を優先した形ですか。チーマンというか、まあ、ピンズの伸びですね。ピンズの伸びを、はい、意識した、ね、あ、これさっき言ってたやつですね。はい、そうですね。単葉に移行していった中林。さあ、これですね、はい、このこっちを見てましたね、はい、うん、さあ、小川、小川は目いっぱいに行くならトーンですが、そうしました、はい、行きました、はい、うん、渋川だけちょっと置いてかれていう感じですかね。手的にはこの曲はちょっと休憩かなと。矢島、ね、が圧倒的に広い、本当に、はい、だリャンパーピンを引いた時にどうするかですね。チューンを切ってイスワにするのか。あー、なるほど、はい、リーチのみになってしまいますね。すチューンのいい判が消えてしまいます、はい、中林もいいシャンテン。さあ、何を引くか。素直に来てほしいですけどね。そうですね、はい、ヤンワンサーマンが頭ができるとか、はい、そうですね、頭が欲しいです。はい、小川ここで一つ進みました。ストレートにローソーを行ってマンズの、スチーワンウッパーワン引いたら、ローピンパーピンって外す構えにしましたね、うん。さあ、さあ、これはもういいですね、はい、十分でしょう、まあ、言わない、はい、リーチチュン、イスマンのテンパイを入れた矢島。なんかチュンチャンパイかしか切ってなくて、ちょっと手配は気持ち悪いですね。あー、確かに、はい、小川は行くでしょうね、これは。ほうほうほう、ん、イスマン5枚、5枚いますか。手配に1枚と手配の中に2枚ですね。あ、5678がねしくった形になりましたが、でも押すんじゃないですか。一旦ローマンを切るっていう手はあるんですけども、はい、矢島の現物にローマンがあります、はい、ですね。でこれチーソーなんでいかなかったかっていうと、例えばこれスッチマンとウッパーを引いた後にローピーパーピンの両方無筋がいけるのかと、矢島に対して。あ、はい、なるほど、はいはい、3枚勝負する前提ではいかないんで、チーソー、ローワンを切ったって感じですね、はい。これもしかして、ね、チーソーじゃなくてアンパイとか引いてたら、あれこうチーソーじゃなくてスッチマンウッパーを先に引いたらローピーパーピンいったかもしれないですね、はい、はい。
たら危険牌をもう一枚引いたのでローワンを切るという選択しましたね。渋川は丁寧に降りております。さあ何も通ったんでもうがこあこれはローソーを返してほしい。はい、ウーソーなんかせじなんでいけそう。お、中林イーシャンテンに戻ってきましたね。さあ行けるか。あ、来た。あ、ここで矢島が力強く積もってきました。裏市がでかいです。裏市乗りましたね。リーチツモ、純裏市2004戦のツモ上がりです。はい、こちら中林の手牌ドラ1枚あって、あ、1メンツできましたね。ドラメンツが白も統一。こちら渋川の手配ドラ1枚。あ、うん、ここは1枚とこいた。嬉しい。はい。観浪マン引いた。ピンズでも一メンツ。うん？矢島も総勢一メンツある。そうですね。本一までいけたら嬉しい。小川もあそんなに悪くはない。みんな結構いいですね。うん、中林もう急にイーシャンデン。はい。まあ、ちょっと形は悪いので受け入れは狭いですか。そうですね、打点的見るか渋川の手が一番ありかな、うん、今のところは。はい、おお、これは嬉しい。リーチとはいかない。はい、まだすぐねリーチ打つ順目じゃないって感じですか、うんうんうん、もっとじっくりと。そうですね、はい、まあシャンポンとかにねしたいですもんね。うんうん、あ、片割れが白ですかね。そうですね、はい、ウーピン G ピン立てとか引くとか、まあ、パーピン引きでもいいんですけど、これはリーチなんですか。リーチですかね。はい、うん、ここでカンパーピンに変えてリーチとなりました。ところでパーピンが全部山にいらっしゃる。なるほどなるほど、はい、しかも矢島とかね全然持ってなさそうな感じなんでリーチ行く理由になりますよね、うん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 、しかもこれ川捨て張りが強すぎてね全然パーピンとかね。そうですよね、順目が早いので筋とか折った場合は包丁に回ってしまうリスクもあります、はい、当然579からのリーチっていうのは全然分かっ可能性あるって分かってるんですけど、それでも打つ理由にはなってしまう時もありますよね、うん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 、ただ渋川が降りないですねこれは。というか降りられないですねこれ、捨て牌強すぎて渋川降りれないか、はいはい、まあ、ここイーシャンテンですからね、はい、両ピンしかない、両ピンしかないんでイーピンを切っていきました。ドラが優番なんでレアンもちょっと打ちやすいですね。レアン1が当たってもドラが絡むことが少ないんで。ああ、はい、なるほど。レアンマン待ちだった時は安いですからね。そうですね、まあ面単ピン裏とかが来なければ。ふん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 。さあただ全山なんですよね。全山ですね。そして渋川は勝負したい。そう、そして全山ってことは渋川がパーピンを引ける可能性もある、うんうん、あーここに1枚持ってきました矢島、はい、ん、まあ、すぐには出ない感じはしますね矢島、はい、小川もイーシャンテンになりましたがイーマンを切っていきました。そうやっぱね早いリーチってその、まあ、愚形のこととかもあるんですけど逆にその作り直す時間があったりするんで、はい、意外に後継とかも出てきやすかったりはします、はいはいはい、まあ、中林も実際ね天敗すぐリーチは打たなかったですから。小川はイーシャンテンに戻ってきましたが今を切っていきました。渋川頑張りたい。引けるか。急走。そうですね、まあ押していくでしょう、はい、一応急走もワンチャンスとは無筋でしたね。お、矢島がなんか2枚吸収しました、ね、したじゃないですかパッピン。おということは勝負のしたい渋川からしたらちょっと、あ、でも自分が欲しいのかウッパーピン。そうですね、あのね、これウーピンを中林が切ったウーピン以外は全部山なんじゃないですか。ですよね、あれ。そうですね、そうなんですよ。ウッパー層が良くなってるか、その代わり。そうですね、そうですね、ウッパー層かなり切れてしまって、まあ、パー層が3枚切れちゃってますね今。なるほど。で、ああこれ小川が持ってきたウーソーでウーソーもなくなりましたね、はい、そして多分手詰まってるでしょう。これは C1 が筋にはなってますか。ただ2枚切りたいのかな、できれば。
二重しのげる灰を探してるんですか、なさそう。あ、でも水槽が現物か。水槽現物ですね。水槽現物の、あ、スマは持ってないのか。うん、うん、まあ、水槽に、お、ランゾの方に行った、押した、行ってますね、プッシュしましたね、はい、あ、引いた、ここで引いてきたら強い、これは相当強い。渋川ウッパーピン待ちで追いかける。ただパーピンは中林もつも、そうですね、はい、ただウーピンは2枚いるんじゃないですか、はい、ウーピン引きたくない中林。いや、小川も追いつきそう。あれ、小川もいいシャンテンだ。あ、そうか、でもウーピン引いたらウーソーが、ウーピン、あ、そうか、ウーソー、今そうか、渋川引き入れたんですね、ファーソー。そうです、ファーソー引きました。小川のウーソー助かるんだ、ウーピン引けば。小川ウーピンいたらでかい、本当にでかいですね。うわ、パーピンだ、パーピン入り目です。入り目の渋川の入り目だ。入り目の嘘行くか、行きづらいですよね、パーソー3枚目ですからね、自分から2件リーチ。いや、いけるのかな、なんか、なんか今年すごい押した。小川さん、昔の小川さんはなんかこういうのあんま押してなかったですけどね。私なんかすごい趣味だというイメージが結構強かったので。いや、やっぱシフトチェンジしてますね、前半最初のトップに全然甘えてない。なるほど、はい。いや、自分はこれ大が半端ない。おい、これリーチですね。これリーチだが、ダブロンだ。ダブロンはないんですよ。上がれたのは、中林の方だけですね。はい、はい、リーチ、おもうら7700の出上がりとなりました。どっちが勝つか、渋川がどこまで押せるか。そうなんですよね。あ、ここで積もった渋川。トンのみですね。400、700は500、800です。本当に。はい、渋川の矢場に移っております。トン三脚、ドラガウーピン。渋川の手配を見たいけれども、ちょっと左手で隠されている、はい、いいとこ隠してくるんですよね。いいとこ隠してくる。もしかしたらなんか7、あ、イペコ、やっぱりいいところ隠してくる渋川。はい、パンツでイペコできていた。いいところ左に持ってってますね、多分一番最初に。はい、わざと隠している、はいはい、わざと、ね、癖なんでした。確定してるところを左に持ってってるんでしょ。なるほど、はい、が初と難が統一です。が、はい、シャーチャなので難は役ではありません。うん、うん、うん、ペン三番ができる渋子は、はい、ドラ票持ってるのも強いですね。あー、なるほど、はい、このドラの周りの受けができるんで、マンガンがかなり見やすいですよね。お、矢島関数マン引き入れました。ソーズとマンツイヒトメンツズツシャーがアンコー。小川はね、関数にはね、い、あ、でもチートインにも見えますか、これで。うん、今4統一になりました。範囲小さく重なって、ドラを使ったチート率高いですからね。うん、あ、これはチート率かなりましたね、はい、あと多分仕掛けて関数ピン残りは本当にかわしになってるのかと、はい、こんな出てこないところが、かわしとしては成立してないだろうと。そうなんです、はい、それが多分でかかったですね。だったら高い点持ってってこうと。一番に300点しかないですね。こちらですね、うんうんうん、この3ピン打ちとかもなんか結構面白いな、うん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 、普通にイーソーとか切る人がね多いと思うんで、らしいと言いますか、こうです、ね、結構打点を見て大きい手を上がりにいっていた印象があったんで、はい、そうですね、だから4人ともそうですけどね、なんか作り出してきますよね、うんうん、シューカーのさっきのローアンパワー打ちとかもそうなんですけど。あれ3万あんこ、これ一旦イーソーじゃないですか、はい、イーソー一旦打ってトーン引いてリーチ約3アンコ、リーチ約3アンコとか、ドラ引いてリーチ100回ドラとか、 どれかにしたいですね。あ、1枚、あ、渋川は嬉しい、ドラを引いてきた。さあどうする。 E1 リアンを切って想像を伸ばすっていう手もあります。ストレートに数層もありますね、うん、E1 リアンは渋川君の層しそうだな。確かにこれが柔らかいですからね。一瞬受ける減ってるように見えるんですけど、ヤンゾーとかローソーとか引いた時に頭ね、ヤンゾーローソー引いてウーピン引いてくるとか、うーん、最高打点を見据えてだし、後々の伸びがいいんで、想像を引いた時の伸びがいいんですよね。ほうほう、こちらの手ですね。はい、そうです。後の受け、あ、まあこれは引いて、これは引き出したらね。やば。まあこれは週間も受け入れてるんで。受け入れますか。はい、大丈夫です。矢島がいいシャンテンくっつき。小川はそのままですね。ゴツゴツしてるってやつですね。ゴツゴツしてますね。中林の、うん？789丸見え。789が丸見え。ローマン
一応残すか、一応残すんじゃないですか。あの、切っちゃう、もう、もう切っちゃう。いや、難しいですこれ、すごく。1,2,3,4,5,6,9番、自分から5枚見え、残り3枚。 E1 も残り3枚。ローマもでも引けたらすごい強いですよね。ただ9枚引いちゃうとイペが崩れてしまう。まあでもメンピンドラなんで、でも、うん、いい感じしましたね、うん、それで。矢島はくっつきの天敗ですかね。くっつきと言っていいのかちょっとわかんないですけど、はい、くっつきですね。小川、はい、これはちょっとしょうもない牌を引いてきたから嫌だなってなったけど、運品を切って、まあ、ウッパソを軽く間に合うなら流せますか。いや、完璧じゃないですか。6ピン引きましたよ。いい、ね、ん、あれ、いや、6ピン捕まってるか。いや、でもすぐには出ない、すぐには出ない、はい、E1 がリリースされますか、6球馬待ちで。少し深く今 E1 も重なってたのか。そうなんです。なるほど、すごい悲しい相撲順でしたね。いや、しょうがない、そのそれはもう白川も当然分かってる。6球馬実はそんなにいないんだ。ただこれね、渋川からね出るのローワンなんですよね。そうですね、休みの方がまあ出るなら。そうなんです。どうなんですか、6球馬サブローマン通ってないですけど、自分の手でローマン行きますか、それともウーマンがワンチャンスなんですね一応。はいはいはい、だったら打点でいくかなっていう印象は僕はありますが。ああ、なるほど、自分の手配都合でいくかも、はい、そうですね、ちょっと分かんないですね、まだどうするか。そうですね、うん、まあ残り数字が減ってきたりしたら、うんうんうん、K1 を切るっていう選択になるかもしれない、可能性もありますね。なるほど、はい、さていけるのか。わ、これはリーチじゃないですか。同じだ、ここで6球満のリーチを入れた渋川。いや、これ両方とも引きたい、高 い, たい、そして高い、引きたい。中林はローマンが安めなんですね、はい、渋川はローマンが高めなんですね。高いです、はい、これは面白い、またオナテン対決じゃないですか、さっきのウッパーピンみたいな。まあ、完全にオナテンじゃないんですけど、あれは、はい、ウッパーピンとカンパーピンでしたっけ。そうですね、はい、サミードラ、さて引けるのかな。矢島も一応いいシャンテンキープしているか、ちょっときついか。あれ2枚ずつ OK は？こんなにいっぱい何に放たれてるってか。あ、違いますね、9万が1枚のローマが2枚ですね。なるほど、失礼しました。さっきあれ3枚しかなかったはずなのにって思ってたら強いか。さっきの数が出れてました。これはもうかなり勝負分け、うわー、痛い、ここで最後の安牌を引いてくる中林。リーチピンフツも3色、ドラは乗ってない、2戦4戦のつも上がり、さっきのハンチャンもらこっからでも、うん、まあでも渋川まではマンツモなんでね、はい、全然いけますよ。うんうんうん、じゃあ渋川乗ってはいですが、あ、渋川いいじゃないですか。白がドイツ、ドラは1枚、まあ浮いてはいますが、悪いぜ矢島、これはきついな。まあまあそうですね、まあまあ、はい、高い手に持っていきましょうと。なるほど、こちら小川乗ってはい、総数が一メンツ、あ、いいじゃないですか、ドラ1、こちら中林、林もちょっと厳しいかな、ちょっと苦しい。渋川、そうなると渋川がいいんですが、どこに持っていくか、チードラリアンゾーが浮いてるのかな、本一に行きづらいですよね、うん、あー、なるほど、はい、何も重ねたいとこだったでしょうけど、何を選択していきました。小川はね、形はいいんですよ、しかもドラも1枚あって、ピンクドラ1外のリーチはいけそう、うん、中林カウンスを引き入れました。お、いいピン、おなのか、本一の種はできましたねじゃあチートよりも捨てないんだったらウーワンとかになるのかな、普通に行ければいいピンですか、スーワンか、白を、なんだろう、本一と、まあ、あの白が残った時とか、まあ、かわしも込みですね、全込みで行きましたね。矢島はソーズですか。矢島はソーズですかね、うん、
というかまあやめ気味ですねかなり、はい、ちょっと引きながら叩いてができれば、まあ、さっきの本一みたいな感じですかね。中林両冠に変わりました。ここで9ピンを元気よくポンしていったのが渋川、本一行くんじゃないですか。はいはい、数万切っていきます。こっちから出たら本一だと、まあドラがね縦に重なってもあの3900点とかになる可能性も、5200点とかになる可能性もあるんで、はい、ワンスーワンは渋川の打点で構想の谷にはいらなかったということですね、うん、チートリだけ切りましたと。おお、いいとこ引いた。勘違いピン入った中林、ここでウーマンも切っていく渋川。ん、矢島後、まあ、4と1になりましたが、はい、まあ、まあ切っていきましたね、はい、そうですね、3と1かな、うん、あ、失礼しますね。中林が形はある、渋川が本一ですね。渋川これなんかさちょっと一杯引きたいですね。早くどれ、はい、どっちか決めたいですか、ドラを使うかソーズ、はい、あピンズに染めるか。ん、小川いいピンも統一になった。一応いいシャンテンですね。ただマンズの伸びは欲しいんでいいピン切りました。カンリャンピン、リャンピンを引いた場合はメインピンドラになるんで、ウーピン引いたら外すかもしれないですね、もしかしたら。ただマンズが数万が3がれか、ちょっと心もとない。はい、ここで渋川ピンズ引いてソーズ、あそうじゃない、ドラのリャンズを切っていきました。いや、じゃあ一応これ形は悪いんですけどこれを泣いておけば上がった時は8000点になるんで泣きましたね。あ、はい、時間はかかるかもしれないですが、あの上がった時は確実に8000点以上になるんで、で泣きましたと。ここでリャンウピン受けができた中林。数ワンが相当弱いんですよね。なのでリャンワン切りましたね。数ワンが3ゲーで5枚切れちゃってるんですね。はい、そうなんですよ。単4にもなりづらいんでね、数ワンが3ゲーだと、うん、そう、矢島も形持ってきましたけどね。ん、なんだ、いや、まあマンズがもう川に、あ、川がもう赤いじゃないですか。川が、川がだってもうほとんどマンズで構成されてるじゃないですか、川が。まあ、ピンズの染めの人とソーズの染めの人がいるので。そうですね。あ、渋川余りましたよ、いいピンが。見えての役配は、白髪チューンが全部見えてない。1枚ずつしか見えてない。チューン髪が1枚ずつか。そうですね、はい。うん、で渋川なんじゃろうか、ダブナンには当たんないっていうことですね。ナンが逃がれなんでね。はい、渋川もナンを切っております、はい、ここで矢島も仕掛けていく。そういそう余らせていきました。本当になんかやかんやで絶対に持ってきますよね本当になんか休憩かなみたいな話も最初はありましたが、はい、もうしっかりと高打点の天敗、はい、シャンテンですね、まあ、それだけは逃さないように狭くしてるって感じですよね。うんうんうん、はい、お、中林もいいシャンテンですと。いいシャンテンになりました。はい、貫禄は泣くでしょう。お、渋川これ選択ですね。どっちにしますか、両面にするかシャンポンにするか。2000点でいいのか、それともたちょっと打点をつけるかと、そういうことですか。迷ってますね。2000点と3900点にはそこまで差がないってことですね、この局面は。リャンピンの方を選択してきました、はい、で矢島に仕掛けられてますしね、うん、2人この仕掛けられて他の人が吐く簡単に切ってくれないなっていうのはあったのかもしれないですね。あー、なるほど、はい、実際矢島が吐くと言ってたからいい選択になったかもしれないです。これは矢島から余ること以外は基本的にはこうなさそうだなっていうところですか。そうですね、はい、お、これどうしますか。いや、これ鬱憤は相当強そうに見えますよね、これ。ただソーズとピンズの、そうなんですよねいるんですよ、はい、お二人が。で矢島の方がファーソーから来ましたね、今嘘を取ったんで私はこのファーソーは結構通りそうに見えます。お、脅しに屈しませんと8000円ないくてしかないですからね。数ピンの方が切りづらいですか。あ、これは2つ三蔵を引いてきた。ドラ余らせられちゃいましたからね。はい、今ドラを切った矢島です。はい、ん、中林が天敗をしました。カンローマン
強い。行きます。これはもうだって小川が持ってなかったら全部山ですからね。実際は山に1枚か。はい、小川が2枚持っているので1枚しかないんですが、はい、ここでリーチといきました。中林小川3万現物。はい、3万現物。ここで一発で引いていく中林、ま、リーチ一発も単野を裏市4000オール上がってきました。選んでいきました。あ、もうこれで、うん、これで形切りましょう。これでイーペイコーが、ね、できたら役割また考えられるようになったんで、ウーピン引いたら、あ、はい、なるほど、いいでしょう。矢島、矢島じゃないですね、こちら渋川はこちらリーチ入れていきました。高めイーペイコー、そうですね、高めしか興味はないですけどね。高めしか興味はない。はい、急走に山ですか。急走は2枚山にいます。リーチだー、同じ、また同じテンパイだ。同じテンパイを入れてくる。みかんちゃんで同じ点みたいな何回目、3、4回目じゃないですか。すごいやりましたね。はい、これはさすがに老僧上がりますか。中林からしたら、しかも渋川にその補充してもいいっていうことですね、はい、だし上がらせるっていう選択肢を生ませるっていうのもあるかもしれないです。まあ実際の手は分かんないですけどね。あ、789、ちょっとちょんって触りましたね渋川今。そっちかと、はい、うん、中林のこのリーチはいいですね。うん、より自分のトップの確率を上げるためにはリーチを打った方がいいってことですね。渋川がね、何点打ってもいいんで、はい、倍万打て、倍万打てますから。倍万打てる、はいはい、さあ矢島もお撤退するかどうかですか。渋川には補充したくない。補充したくないですよね。ただなんとか連チャンもしたい。でもな、これ中林の、中林のリーチと渋川のリーチね、渋川はでも絶対打点があるんですよね、何かしらでね。はい、はい、条件がありますからね。そうですね、はい、中林は何でもある。勝つのはどっちか。あ、矢島が急所掴んだんで矢島も無理ですねこれは。まあ宝珠に回ってしまうか。そうですね、まあ、もうやめるかな。天敗に向かう道は急走を引いた後にウース、うん、イーソーからウース、ね、チーソーまでの間を持ってきてみたいな、うん、遥か彼方なんで、遥か彼方ちょっと厳しいですね。まあ小川は、あ、そうだ、ここで積もったのは中林。渋川の勘の位置だな。リーチ積もう裏位置ですね。1000、2000の積も上がりでした。